はい、スターシードの方お待たせしました。今週のスターシードの方向けの占いしていきます。まず現状が、あの、コズミックハート。デボーション、ポテンシー。メイクヨ your life ングプレイヤーいいですね。心が故郷に戻っているような包まれ 包み込まれるような感覚に戻っているようです。この衣装ちょっと梅雨時なのでなめくじに見えなくもないですが申し訳ない許してください。この梅雨時に体調を崩す人多いですけどある意味あの太陽のような開放感じゃない。 包み込まれるような感覚でありますよね。地球に。だから、これはこれでこの時期を楽しんでいただけたらと思います。確かにね、低気圧の関係で、なんか頭痛くなったりするので、まあ、そうなった時は横になったり、夜眠れる漢方薬、 処方してみたり、場合によっては痛み止めを一錠もしくは半錠飲めば痛みは和らぐかと思います。昔、医者、医者で、あのー、深刻な 痛みに悩まされてた時によくやってたのが地球瞑想っていうやつであの地球さんって声かけるだけで痛みを取ってもらってたんですよね何回かでもうその効果が絶大で心の中で地球さんってチっても言い出した途端に痛みがふわーっと溶け出す 何のメカニズムかわからないんですけど、とにかく困った時は地球に頼めっていうことですね。すごい愛の力がありますので、こんな微生物のような私たち一人一人のために、私たち用に一つの地球が存在してて、で、もう大変、 にに困った時には絶対助けてくれるので、まあだから、まあ、困った時に地球とつながるっていうのもいいですけど普段からコミュニケーションをしておくとそういう時にもう病であの痛みをとってくれますのでしょ痛み 神経伝達は脳の炎症なのでそこにおそらくダイレクトにパルスが入るって感じで根源的に痛みが取ってもらえます仕組みはよく分かりませんなのでこれ一回経験すると 本当に死の、死ぬ時の恐怖とかないと思います。えっと、で、妨害。<laughs> トラストザタイミング。タイミングが妨害してる。<laughs> トラストザウェーブユーケームインオン。タイムイズノットランニングアウト。あのー、不思議の国のアリスのウサギ みたいにあのじタイミング時間は逃げていかないので今は時期でないとなんか先週もこんなメッセージ来てましたよね今はいいチャンスにはいいタイミングではないかもしれないがそれを気にすることはないと時間はチャンスは逃げないから 待っててください。はい、健在意識また出た。<laughs> また出た。えーと、出現率100%のスターキーパー先生。えー、今週もドーンと健在意識に現れました。もう、恐怖も何も、あの、過ぎ去りまして、もう、出たな、妖怪って感じですね。なんかね、 これ言っていいのかな <laughs> やめとこうかな。ちょっとね、顔がね、<laughs> イケメンに見えてきた。もしかしたら、すごく自分を見つめてくれてる人は、 怖い人じゃないかもしれない <laughs>。ありがたいですね。あの、このカード見て、パッとおも頭に浮かぶ人、その方があなたを心の目で見つめています。ので、心当たりがある人は、 見つめ返してあげてください。ガンミされてますよ、ずっと。これも悪い風に撮るのやめましょうね。運命のお相手ですから。はい。言いましたよ。運命のソウルメイトに熱い視線を ここ2、3週間、2、3週間このカード購入した時点からずっとあなたを見つめ続ける存在がいます。この人覚醒してますよ。これ、サードアイでしょクラウン。で、クラウンが第7。で、第8、第 キューチャクラ。もう、霊体、アストラル体。丸出しですからね。かなり覚醒されてる方です。おめでとうございます。あなたの未来に何の曇りもない。で、潜在式。初めてのカード出ると嬉しいな。I r e m e m b e r プランザフェイテ t h e Fated Life. vs the destiny life. おー、面白い。運命と宿命の退治を見てください。魂の計画を見直してください。まあ、こういう時期ですのでね。 見つめ直した結果ああ出会うべくして出会う人だったって思うかああキモい縁歌長って立ち去るかはあなた次第 <laughs> 人間もう一回やるかあの統合して宇宙に飛び出すか50に選んでください。私も もう、いよいよ、決断を迫られる時が来るとするとは、はあの、決意揺らぎますよね。この世界が、素晴らしいものって分かったから、ここを立ち去る必要が全くなくなったんですね。だから、何も、 無理して、今世で輪廻を卒業せずとも、あわよくば、その選択をしないっていう考えもあるんだなっていう。最終的に輪廻を下脱する時の人の心境って、 こんな感じだったのかなって。今までの苦しみ何だったんだろう。本当に意識。まあ、豊かさが、あの、基盤として絶対必要ではあるんですけど、そこの基盤さえ固めたら、地球生活って、 楽しすぎませんかこれ手放すの惜しくないですか他に使命があったり、地球の人たちのサポートに回りたいのであれば別ですけど、その選択は全てあなたに委ねられてるし、すっごい覚醒した協力者がずっとあなたの選択を 待ち続けていますのでどうぞお好きなように選択してください。あの正直どっちか選べって言われたら非常に悩みますね。お相手様の魅力次第かなやれやれっていうような感じでしたら嫌ですしちょっとね <laughs> 脅迫観念的な要素もあるかな <laughs>。どうなんでしょうね。では、過去から持ってきた方がいいもの。<laughs> えー、オールパスズリードホーム。あの、最終目標を忘れてませんかって言われてますね。あなた、 がここに来たのは最後には戻るためでしょっていう <laughs> まあそれはそれはそうなんですけどいつ戻るかは自分で決めてもいいんじゃないでしょうかはい未来に持っていった方がいいものアースパルシング地球の波動パルスオブザマザースローダウン うん何よりこの地球の魅力があの一枚に凝縮されているようなカードだと思いますこれがあるがために離れがたいんですよねわかりますはいでアドバイスはパースペクティブ。 あの、望遠してください。ズームアウトしてください。えー、内観内政の後は客観視ですよ。というふうにアドバイスが出ています。はい、周囲。周囲はウェイト。 待待待てと待て待て。と、そう、今すぐに決断はしなくていいからゆっくり考えて今世で決めたらいいよお迎えは来てるよその人と最終的には一つになって魂が統合されて宇宙に変える。 日が来るでしょうけど、それをどのタイミングかで決めるかはあなたが決めればいいし、その結論はちょっと待ってという外野の人たちからの早く帰ってこいやっていう 思いとともに待て待てと今は決断を下す時ではないというふうに思われていますうん地球が第四密度になったら離れる必要ないんじゃないの特にワンダラーの人 にとっては地球は母星みたいなものにもなりえるでしょうしそれって宇宙に帰る必要あるのかな困ったちゃんねはい最終結果は b レ e オブ of the CosmosMy will to shy willMy will to shy w i l l マネージング・ザ・ユニバース私の望みは恥ずかしがり何のこと <laughs>